ダンジョンゲートいや長時間滞在してると不吉なことが起こるっていうような。なんそれ。なんか絶対勝てんモンスターが大量発生して無理ゲーに突入したりとか、アイテムとか全部なくなってゲームオーバーになったりとか。そうなる前にとっとと脱出してな。穴抜けの紐持ってきてねえのか。穴抜けの何それ、タンポ。まあ、タンポも非常時に使うけどよ。洞窟から抜け出すアイテムで。ねえよそんなもん、男の子だぞ。ワンちゃんどっかに落ちてんの探すか。どっかに落ちてるタンポなんて使うわけねえだろ。使用済みだから落ちてんじゃねえか。タンポタンポうるせえな。男の子には突っ込みにくい下ネタやめろよ。下ネタじゃねえや。あと男の子には突っ込まねえや。なるほど、こういうことか。ベ逃げましょうか。息子はステータスやない、黒歴史やー。